今日は初めてハーフツインをしましたということでいろいろお話ししていきたいんですけど、ちょっと公演後でお腹空いちゃってるので、ちょっとお供と一緒に私の大好きなこのグミと共に配信します。めっちゃ美味しいんですこれ。やばい、ミラーボールすごい、ありがとうございます。何味ですか？これはマスカット味です。マスカット味が一番大好きです。めっちゃ匂いするもん、マスカット。え、食べて。ありがとう。そう、今画面の前にヒーローちゃんがいてくれてます。声出演どうぞ。イエーイヒーローちゃんもなんかパーソナリティとして、パーソナリティっていうのかな、わかんない、ただの見学者か見学者として来てくれてます。お邪魔しますありがとうございます。すごいたくさんお誕生日おめでとう、ありがとうございます、ね、おめでとう、本当に、ね、ありがとう。昨日はひこぱんとどななかちゃんと3人で過ごしまして、お幸せでしたよかったね。裏話していいかな、なんか、いいよ。12時になるまで、うん、え、待って、あー確かに、まあ、いいよいいよ、まあ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 、うん、あの12時になるまで DMM で、うん、昨日の公演、うん、を見てたんですよ3人で、うん、見てて、そしたら急になんかヒーローちゃんとナナカが、うん、なんかザワちゃんなんか別の部屋行きたくないみたいな言い出して別の部屋行きたくない、うん、とはと思って、ちょっと別の部屋行ってみたくないみたいな、そうそう急に言われちゃって、うん、えっと思って、うん、なんか私はなんか次の日が誕生日だっていうのは理解してたけど、うん、なんか普通に何を言ってるのか理解できなくて、うん、えなんでしか言えなくて結局その場にいたんですよ、うん、そしたらなんかバタバタ言い出して、うん、ちょっと絶対こっち込んでねみたいな言い出して、何事かと思ったらなんか電気がついたり消えたりなってお部屋がで、え、うん、何これと思ったら、うん、あなんか陽気な、うん、陽気な音楽とともに、うん、なんかケーキを持ってきて、うん、ろうそくも立てて、うん、こうやってなんかハッピーバースデーって言いながら来てくれたんです。しかも本当に音楽が陽気でなんかふーみたいな感じで12時なのに、うん、すっごい陽気なリズムで、うん、お祝いしてくれて嬉しかったです。しかも考えてみればちょっとネタバレしてて、うんうんうん、なんかザワチってケーキ、ね、うん、ショートケーキとチョコレートケーキとチーズケーキどれが一番好きみたいな聞かれてえと思って、うん、そんなに種類、もう絶対さ、その時には分かっとったやん。いや、そうだから、うん、なんかもうその時点で、うん、あれと思ったけど、うん、本当に音楽は予想外でした。あんなになんかもうさ途中、うん、もうバレたって2人でもう思ったけん、もう諦めて、うん、もうめちゃくちゃやったね。そう、面白かった、強引にね。でも嬉しくて、うん、めっちゃ嬉しかった。本当に確かに考えてみれば、うん、なんかちょっと大きめの袋あるなと思ってそうねなんだろうこれって思ったらケーキでした。美味しかった美味しかった、よかった、嬉しかったです。今日のケーキもあるじゃん。そう、今日これ今日の公演の MC で自己紹介 MC の時にお話ししたんですけど、なんだっけ、メイク時間の時に楽屋で普通にメイクしてたら急に電気がパッて消えて、うん、何なんか本当に心霊現象かなみたいな感じで思ってたら、なんかろうそくが見えて、それでなんかハッピーバースデーって歌いながら、
なんかケーキを持ってなんかカメラ持って、うん、すごい来てくれてそれが嬉しかったです。びっくりしてめっちゃケーキって感じのケーキだったから、うんうん、もう嬉しかった、ね、美味しそうだった。そう、え、あれ誰が犯人なんですか、あの電気のパシパシを。私です。犯人がいた。犯人が、ですね、私でした、うん、いや、うん、でもいい味出してました。ほんと正直消し方わからんくてパチ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 。そう、なんか面白いのがなんかその電気が消えたりついたりしてる時に隣の席がリンカだったんですけど、うんうんうん、リンカがザワちゃん誕生日だからじゃないみたいな先になんか言ってきて、ケーキとかは結構大きめのボリュームでザワ、うんうん、ちゃん誕生日だからじゃないって言ってきて、うんうん、で私もなんか違ったら恥ずかしいじゃないですか、うんうん、だからちょっとやめてよみたいな感じで言ってたら、うんうんうん、ハッピーバースデーって言ってきてから本当だったみたいな嬉しかったです。そう、うん、でもさ、その後にさ、それがちょっと一旦落ち着いた後にさ、リンカからさ、ごめん間違えてザワちゃんに先に言っちゃったそう、面白かった。めっちゃおもろかった ね、あれは。誰が計画してくださったんですか。スタッフさん。そうなの。マネージャーさんから。なるほど、優しいですね、本当に。しかも、うん、ね、面白かった。リンカもそれで面白かったし、うん、もうなんか私いろんな感情が混ざっちゃって、うん、リンカがネタバレしたのも面白いし、うん、お前ヒーローが電気をパチパチしてたのも面白いし、うん、もうケーキをいただいて嬉しい気持ちもあるし、ね、もういろんな感情ごちゃごちゃで幸せでした。で、分からなくなった結果泣いちゃった。そう、あ、なん泣いちゃってた。いやいや、泣いてた。ちょっと感動しちゃって、うん、ね、いや、ちょっと楽しかったです、今日の公演も、ね、最初にスタッフさんに、ね、うん、呼ばれて、うん、呼ばれたんよ、うん、最初にで、レイヤと2人呼ばれて、うん、ここにあるけって言われて、わ、うんうん、かりましたって言って、うん、コソコソしてた、ずっと。あ、そうなの、うん、なるほど。だからさ、ずっと席にいなかったんだ。あ、そうかも。確かに、なんかいないなと思って、ずっとボード書いてるのかと思ってたから、うん、立てるとかやりながらそういうこと、うん、いついつみたいな。うん、そうなんだ。周りの子にカメラ回してって言ってきてそういうことね。そうそうそう。誰が知ってた。多分同期、あ、近くにいた子に、なんか楽屋にいる6期の子にカメラ 回しててってお願いして。あ、そうなんだ。そう、いくのちゃんが伝えに行ってくれて分かったって言って走って伝えに行ってくれて気づかなかった、その状況、うん、そう、なるほどね、うん、あ、MJJ さん、タワーありがとうございます。タワいやー、すごい幸せでした、今日は。本当にたまたま、本当になんか自分が誕生日だっていうのをあまり、なんだろう、公にせずに挑んだのでなんかすごい、あの、メール自分のメールでお伝えはしたんですけど、あんまりそんな大々的に伝えてなかったのに、なんかたくさんの方がすごいおめでとうって言ってくださったり、ボードを、おめでとうのボードを作ってきてくださったりしていて、もうすっごい嬉しかったし、なんてファンの皆さんはこんなに優しいんだって思ってびっくりしました。嬉しかったです、本当にありがとうございます、皆さん。いや、でも嬉しい。さあ、今日はハーフツインです。いやね、イエスキーさん、タワーありがとうございます。そう、ちょっと毛先も巻いていただいたんですよ、こうやって。でもちょっと汗で巻きが落ちちゃったんですけど、若干もうこれ2つに結んでも良さげな髪型になりそう。どうですかね、嬉しいです、本当に。たく
さんコメントでもおめでとうって言ってくださって幸せです。とてもね、嬉しい。たくさん SNS とかでもお祝いしてくださったりしてくださってるのを見てとってもね本当に幸せな気持ちになりました。最高の誕生日です。そう、花のセブンティーンなんですよ。セブンティーン眩しい眩しい、うん、そう、なんか今日ヒーローとその髪の毛、私が髪の毛をしていただいてる時に隣でヒーローがヘアメイクをしてたんですけど、私がツインテール、ハーフツインテールを完成させてちょっと巻いてもらってる時にヒーローが、うん、わなんかセブンティーンっぽいハーフツインだねとか、うん、なんかわ17歳だからそんななんかキラキラしてるんだねみたいな、なんかすごいメイクさんと言ってた。そう、ずっと花のセブンティーンをずっと褒めてくれて嬉しかったです。セブンティーンっぽいだってね。でしょ、わかる。でも確かにわかるかも。わかるんかい。17歳ってかわかるんかい17歳って感じが本当よかった。するかも。あと2年でカメレオンになっちゃうから満喫しなきゃね。だってさ、昨日それこそヒーローとののかちゃんと一緒にいる時にカメレオン女子高生の話になって、今3人の中でカメレオンじゃないのが私だけだってなって、ずっと今のうちにカメレオン、間違えた、女子高生を満喫したいと思います。あと1年ちょっとしかないんですけど。そっか。そう、でもななかちゃんとヒーローに聞いてもなんか17歳すごい楽しかったって言ってたから、うん、なんか高校2年生って学校に行ってたからとかもあるかも、ね、そっか。でも2年生ってあれだもんね、うん、受験とかもそんなにまだ頑張るっていう時じゃない、ね、確かに本当に学校行ってただけみたいな、うん、感じだったから。そっか。もうなんかそうだよね、一番楽しい時期がいつなんだろう。そう、確かに考えちゃう。わかんない。今が一番楽しい。でも楽しいよね、普通に、うん、ね、幸せ、うん、こんな可愛い衣装を着て確かにメイクもしていただいて、ね、ね、あ、ヘルシアさんタワーありがとうございます。タワーMJ ジュンヤさん、クマさんありがとうございます。いや、そう、今日個人的にすごい嬉しかったのが、今日ユニットを純情主義したんですけど、純情主義が終わって学園に戻った後にアキさんがいらっしゃってて、そのアキさんからなんか良かったよみたいな言っていただけて、なんかおめでとう、なんかお誕生日おめでとうって声かけてくださった後に良かったよって言っていただけて、それがすごい嬉しかったです。おめでとうって声をかけてくださったのも嬉しかったですし、すごい優しかったです。先輩方もおめでとうって言ってくださったり、あとパジャドラのエンジンの時のパジャマドライブ公演行くぞっていうのも私が言わせていただきました。楽屋のね、エンジン、ね、そう、楽屋のエンジンね。隣にいる方も17歳ですか？だって、ほぼわかんないけど、でも、うん、なんか見た目は高校生いけるよっては言える。そうだよね、なんか、うん、私もヒーローにヒーローに初めて会った時、うん、初めて会った時さ、何歳だったっけ、ヒーロー高校生、まだ高校生、高校3年生。あ、そっか、うん、なんか1個年上ぐらいかなって思ってたら、うん、2個、3個じゃない、3個、うん、え、今19、今年20、うん、ヒーロー今年20歳だって、やばい、成人だね、うん、すごい。で、私が今年17だから3歳差か、うん、なんか本当に1歳差ぐらいかと思って、いい意味で若いっていうか、若く見えるっていうか、うん、いや違うもん、最初会った時に、うん、ザーチ、あの、何歳ですかっていう聞き方じゃなくて、うん、中学何年生ですかって聞いてきたのがめっちゃ覚えてる。ヒーローだっけそれ、うん、
やばい、私それうららちゃんでもしちゃったんだよね。そっちがこれはそう、なんか自己紹介の時になんか長く2年生のみたいな感じで言う自己紹介してたから、私結構聞き取りにくいっていうか間違って聞き取っちゃうことが多くて、うんうん、それがうららとヒーローで、うんうん、でもその中学何年生ですっていう風に聞こえて、うんうん、え同じ世代なのと思って、多分ヒーローにも中学何年生なんですかみたいな。あ、そういうことね。そう、私よく聞き間違えちゃうの。あ、そういうことか。そうだからうららちゃんとも初めて会った時っていうか合宿の時に同じチームになっ同じチームになって同じ部屋で寝てた時も、自己紹介の時中学何年生でって聞こえたからえっと思って、普通に私もその時中学3年生だったので普通に同い年ぐらいかなと思って、うららちゃんの方が2個2つぐらい年上なんですけど、タメ口で喋っちゃってて、ずっと合宿の時で、それで中学何年生なのみたいなの聞いたら、あ、高校生だよって言って、はあ、もう最悪、なんてこんな聞き間違いをしちゃったんだってすごい反省してました。ちょっともう聞き間違いがひどいんですよ本当に。なので私ずっと今までうららちゃんにしか聞いたことないと思ってたけど、ヒーローにも聞いちゃってたんや。でした。ごめんなさい、すいません。ちょっともっと耳を研ぎ澄まさないといけない、ね、誕生日おめでとう、ありがとうございます、嬉しい、ね、使ってるメイク道具を教えてほしい。使ってるメイク道具は、あ、でも最近お気に入りっていうかよく使うリップがあって、これなんですけど、アミューズさんのジェルフィットティントがなんかすごい今つけてるんですけど、なんか色も可愛いし、なんかツヤもあるし、あとなかなか、なんか結構色持ちがいいので、結構公演の時はよくこのリップを使ってます。ちなみに色は桜ジェリーっていう色なんですけど、これは確か春限定だった気がするので、でもこのリップすごいおすすめです初めておすすめの化粧品を紹介しました。無理したことない亀亀と、もう一個あります、柚子のお菓子なんですけど、これも美味しいんです。なのでちょっともぐもぐしながらコメント読みます。美味しい。今日の昼ご飯はそういえばスープ、野菜スープを食べました。野菜スープを食べて、私本当に野菜スープが好きなので、最近よく公園のお弁当っていうか食べ物に野菜スープがあるので、ずっと野菜スープ食べてます最近。この2つのお菓子本当におすすめです、本当に美味しい食べて、うん、ありがとう。休憩、うん、でも大丈夫、うん、でも大丈夫、うんうんうん、17歳の目標を聞かせてください。17歳はそうですね、17歳、改めて考えると、なんか活動の目標で言えば、あの目撃者に出演して、あとパズドラをもう一歩上覚えたいのが個人的な目標
この HKT の劇場公演の目標で、うーん、17歳になってちょっとこうなりたいなっていうのは、なんか強い人になりたいっていうのはちょっと目標にしてて、結構16歳の時は結構嬉しいこととか楽しいこととかもたくさんあったんですけど、その分なんか悔しかったりとかちょっと悲しいなと思うこととかがあったので、それそのことに対して強く自分を持てる人に なりたいです。それはねずっと思ってるんですけど、17歳で強い人に、強い女性になり、なることが目標です。ね、本当に。そう、次は生誕祭があるのでドキドキしてます。ドキドキしてます。まだスピーチとかも2ヶ月前ぐらいから自分でこうやってメモして、あ、このこと言いたいなっていうのを感じたらすぐメモするようにしてたので、話すことはたくさんあるんですけど、でもそれをまとめるのが難しいので、ちょっとそれをまずまとめて、いやちょっと考えたら緊張しちゃいます。初めての生誕祭なので。そしてどんな髪型にしようか。でも本当はある程度決まってて、これかこれにしようかなっていうのを考えてます。ひいろちゃんもお菓子食べてるの。ひいろちゃんは今連続公演頑張ってねたので、今ちょっとお眠です。かわいい、頑張ってるので、本当に毎日頑張ってるので本当に偉い、かわいい。さっきの見送り恥ずかしくておめでとう言えんかった。あ、でも何だろう、劇場公演中にたくさん自己紹介の時とかおめでとうって言ってくださったりしてくださったのがすごい嬉しくて、しかもおめでとうって言うと思ってくださってることが一番嬉しいので十分です。ありがとうございます。嬉しい。お祝いのケーキ食べた、食べました。チョコとチョコケーキとチーズケーキとショートケーキの3つを、昨日一緒にいた奈々香ちゃんとヒーローが、プレゼントしてくれて、でちょっとずつ取って食べました。美味しかったです。本当に優しい。ヒーローは明日も2公演なのでね、本当に言えない。頑張れ、偉すぎる。ね、誕生日おめでとう、ありがとうございますね、優しい。生誕外れたので DMM で応援します。わー、ありがとうございます。嬉しい。じゃあいっぱい DMM のカメラも見て VR もいっぱい見たいと思います。ありがとうございます。嬉しい。お誕生日おめでとうメール誰が一番早かった。
表しますね。一番早かったのは福井カレンちゃんです。しかも去年も一番早かったのがカレンちゃんで、今年もカレンちゃんでした。嬉しい。本当にね、嬉しい。みゆちゃん今日誕生日なんだね、おめでとう。ありがとうございます。私は明日が誕生日です。わー、おめでとうございます。わー、すごいお盆ですね。一緒だそう、カレンね、いつもメールが同期っていうか、メンバーの誕生日の時にいつも12時ぴったりに、ね、メッセージをくれるんですよ。嬉しい、優しい。ねえ、でも今日は本当に誕生日の日に大好きな劇場に立てて、そして大好きなファンの皆さんとも会えて、大好きなメンバーの皆さんとも会えて、本当に幸せだったし、なんか誕生日をこうやって過ごせてすごい嬉しかったです。ありがとうございました。本当に嬉しい。ね、昨日公演で見て気になってます。わー、嬉しい、ありがとうございます。やったー、やったー。嬉しいな。なんか最近サマステだったりティフだったり劇場公演だったりで、それが終わった後とかになんかすごい「ざわちゃん気になりました」とか「ざわちゃんなんか可愛かったです」みたいな言ってくださる方がなんかいて、それがすごい嬉しくて、だからなんかそのメッセージでもすごい元気をもらえてとっても嬉しいです。ありがとうございます。優しい皆さん。おいしい。そうだ、私は8月にアットジャムとオーガスタに土日で出演させていただけるんですけど、アットジャムは初めて出演させていただけて、オーガスタは2回目なんですけど、オーガスタは初めて自分が出演させていただいたイベント、外のイベントで、なんかすごい思い入れがあって、本当に初めてオーガスタに出演するとき緊張しすぎてマイクを取り忘れるっていうのをずっと覚えてて、そう、なんかそれをずっと覚えてます。本番前にマイク取らなきゃいけないのに取るの忘れて、ずっとおどおどしてて、で冷静、ふと冷静になって周りを見たら先輩方がマイク持ってらっしゃって、マイクと思って急いで取りに行った記憶があります。
もう1年ありがたいことにトークショーも今年も参加させていただけるので、ね、嬉しいです。この T シャツは葵さんの卒業コンサートの時の T シャツですそう、今日全身グッチとほぼお揃いのお洋服で、グッチもこの洋服に黒いズボン履いてて、私もこの洋服に黒いズボン履いてたので同じでした全く一緒ね。ココッペからプレゼントをもらったんです。わざわざ持ってきてくれて嬉しい。大事に使います。ありがとう。ちょっと配信嬉しくて嬉しすぎて持ってきちゃいましたそう、そしてねねさんにもお菓子をもらいいただきました。嬉しい、本当に優しい。で、私はじねねさんがお菓子をいただいた時びっくりしちゃって、えみたいな、なんか変な声出ちゃったんですよ。それでねねさんから突っ込まれましたなんか私踊れたら本当に変な声が出ちゃうから、ちょっともうちょっと可愛くキャーとか言いたいんですけど、はいって言っちゃうんです。それがねちょっと、美味しい。美味しい、これ食べてます。めっちゃ紹介しちゃう。柚子のまんま食べてます。美味しい。食べながらコメントを見てます。柚子のまんま、柚子のまんまを食べてます。本当に美味しいんですお誕生日おめでとう、ありがとうございます。優しい、本当にうふ昨日はアイスも食べたんですよ。昨日の夜ななちゃんとヒーローがアイス何がいるって言ってくれて、それで私がバニラがいいって言ったら、なんとハーゲンダッツを買ってきてくれて、3人でそれぞれ食べたかったアイスを食べて、アイスもね、私本当にアイス大好きなので、まあ嬉しかったです。そうね、プレゼントもいただいて、ゲーム機スイッチのソフトゲームをもらいました。あ、嬉しい。なんかみんなでできるようなゲームが欲しくて、私ずっとなんだっけ、こうやって名前出していいんですかねゲーム名名前出していいんだっけ。でも脳トレ系のゲームと動物の森とあとスプラでずっとゲームをしてたので、確かに考えてみればみんなでできるゲームあんまり持ってないと思ってたんですけど、したらなんとプレゼントしてくれました。実はあんまり公言してないんですけど、結構ゲームが好きでいろんなゲームをするんですけど、
のであのななかちゃんとヒーローと3人でちょっとゲームしたいです。また一緒に思い出した、昨日の夜はケーキ食べてたくさんおめでとう言ってもらってでその後にあのなんだっけ、もうそろそろ寝るってなった時に、でもなんか話3人でなんか普通に寝る前にお話しするお話ししてたら、なんかだんだんお話がずっと止まらなくなっちゃって、3人とも脳が起きちゃって、で結局動物の森の釣りをずっとしてました。ななかちゃんがずっと釣りしたいって言ってて、でそれをして見てたら釣りしたくなって、私も貸してもらって釣りしました。久しぶりに動物の、っていうか本当にゲームは好きなんですけど全然やれてなかったので、久しぶりにゲームをしました。昨日は動物の森、そうだ、私本当に動物の森が好きで、おいでよの頃、おいでよと飛び出せと集まれは全部したことがあります。おいでよの村の名前を忘れちゃったんですけど、飛び出せは虹色村で集まれは、あ、じゃあクイズにしよう。集まれ動物の森の島の名前はなんていう名前でしょうか。なんていう名前でしょうか。でも同じ言葉が2つ続きます。1つ目のヒント、2つ目はなんか楽しそうだなっていう字を違うざわざわとじゃないんです。でもね、昨日このクイズ 何ていう島でしょうって2人に聞いたらざわざわとって言われました。ざわざわとも言われたし、ニコニコとも言われたし、ほんわかとも言われました。でも違います。ちょっと難しいかも。正解はハピハピ島でした。ハピハピ島です。ひらがなでハピハピ島。なんかゲームって発売されるっていうのが結構前に分かるじゃないですか。だからその時からずっと島の名前何にしようってずっと決めて考えてたのに、結局ゲームを買った日までに島の名前を決められずどうしようって思って結局ハピハピ島にしました。そう、ハピハピ島には果樹園があります。果樹園とキャンプ場とあと和風な温泉街みたいな場所も作って公園も作りました。なんか作るの好きなんです。だから結構一回ハマったら抜けられないんです。動物の森とか特にすごいゲームの話しちゃった。ゲームの話で言うと、私リズム天国すっごい大好きなんですよ。リズム天国がすごい大好きなので、なんかずっと 3DS でずっとやってたんですけど、でも3DS のソフトを入れたソフトケースみたいなのを多分おじいちゃんとおばあちゃん家に忘れてきちゃって、久しくできてないです。かーもね、はい。みんなでおーすおーすおーすみたいなのも好きでした。みんなでほーす。
懐かしい。ずっとでもゲームって一回したらずっとしちゃいますよね。っていうゲームの話でした。そうなのでん？何の話をしようと思ったっけ。そう、誕生日プレゼントにゲームのソフトをいただいたのでゲームの話をしました。ね、嬉しかったです。どうしよう、でも本当に生誕がもうすぐでどうしましょう。緊張しちゃいます。本当にもう生誕決まった時からずっとドキドキしてて最近また公演に出る時もなんか初めて公演に出るみたいな気持ちになっちゃうことが多くて、最近だからよくずっと最近ずっとドキドキしてます、公演の前だから。生誕ってなるともっとやばくなりそうな気がして、いやー頑張らなきゃ。おいしい。かっこいい曲の時のみゆちゃんの歌い方好き。嬉しい。本当ですか。嬉しい、ありがとうございます。結構曲によって声のなんか出し方とか雰囲気とか歌い方とか練習して本番に臨んでるので、そう言っていただけて嬉しいです。嬉しい。なんかすごいあきさんがよく歌を褒めてくださって、なんか今日の準々主義の時もそうなんですけど、準々主義の歌い方すごい上手くてびっくりしたみたいな言ってくださって、それがすっごい嬉しかったし、もう本当になんか自分が頑張ってることを気づいてそうやって褒めていただけるのって本当に嬉しいです。ありがとうございます。嬉しいからゆず食べちゃう。うん、おいしい。嬉しい。ダンスや表現力を参考にしてる先輩メンバーいますか。でも改めて考えると私本当に HKT48 の先輩方って本当に皆さん素晴らしくて、パフォーマンスも人間性も素晴らしくて、だから本当にこの人だけを参考にしてるっていうのは本当になくって、なんかあこの先輩のここがすごいから私もこうできるように頑張ろうとか、なんか自分がなんかわすごいな素敵だなと思ったところをなんか参考にしたりしてます。本当にでも本当に皆さんすごいのでパフォーマンスが、だからね本当にいつも参考にさせていただいてます。なのでひまわり公演はチーム関係なく先輩方と出演できるのですごいいいチャンスだなと思ってます。
ゾワちゃんの手モデもいつか見たいな。私もいつか手モデもしてみたくて、そう機会があればそうしてみたいんですけど、今あのこれでもシンポジは自分の目標ではユニットを制覇したいっていうのあるので、あと2ポジ頑張って覚えて、手モデもとあとパジャマドライブの立ち位置っていうかポジションを覚えて入りたいです、今年中に。そう頑張りたいです。なんとなくでしかまだ理解、振りは理解してないんですけど、目撃者も見てみたい。目撃者も覚えてるので、本当に今年中に出演できるように頑張ります。私は本当にあの振りを覚えたり立ち位置を覚えたりするのが得意ってわけではないので、すごい多分人一倍時間かかっちゃうので、それに見合う努力をしないときっとあの自分が目指してる目標には届かないと思うので、頑張ります。なので待っててください。今8月だから9、10、11、11、あと4ヶ月の間にパジャドラ、あとにポジを覚える、目撃者を覚える、はい、もう公言しときます。有言実行したい、有言実行する。ちょっとサムルくらいがちょうどいいんやでって言わないと真面目なザワちゃん頑張りすぎそうなので。ありがとうございます、優しい。でもなんかすごいシンポジ覚えたりだとか新しい声に出たりだとかがあるとすごいファンの皆さん喜んでくださるので、なんかその喜んでくださるなんか喜んでくださるのが嬉しくて、なんかそれをモチベにすると全然苦じゃなくて全然頑張れるので、うん、頑張りすぎないってことで頑張ります。ありがとうございます。そうサマステも結構あの曲は知ってたけどやったことないっていう曲が結構たくさんあったので、そう覚えるのが結構大変だったんですけど、でもその分すごい楽しかったです、サマステ。目撃者公演のユニット曲は何が好きですか？全部好きですけど、でも腕を組んでとか好きです。あなたとでも組みたいけど、本当に全部好きです。一瞬しか見れなかったお勉強に戻ります。あ、勉強頑張ってください。本当に皆さん毎日お仕事とかお勉強とか家事とか本当に毎日すごい、皆さんも休んでくださいね、しっかりで、お腹が空いたら美味しいご飯をいっぱい食べてください。お菓子も時にはおすすめ、カメカメこれも美味しい、めっちゃ紹介しちゃった。たくさん紹介しちゃう。
今日の髪型は誰かと決めたの？今日の髪型は、いや、自分でハーフツインしたいですって言ったんですけど、このハーフツインにしてくださいって言って写真を見せたのは、マホピョンさん、大森マホさんの写真を見せました。大好きな方です。ハーフツイン、今焼肉食べながら見てるよ。はい、美味しそう、美味しそう、いいなぁ。高めのツインテール似合うかな。私本当に高めのツインはこの前のサマステのリハの時にやった、やってからやって似合うかな。こんな感じ。高いの似合いますかね。僕の好きな最強ツインテール、似合いすぎてキュンしする。似合ってる、嬉しい、ありがとうございます、嬉しい。チャチャララチャオできるかも。チャチャララチャチャチャララチャ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 。ダイス転がしていくつが出るかより、まずダイスを投げてみる。ほい、あ、ほいです、私ほい。私のたわりはまずダイスを投げてみる、はいです。始める勇気が必要、チャンスを前にして、何をビビってるの、この時を逃したら後悔するだけ。まあ、ありがとうございます。スタートラインは自分で行くんだ、どこからでもいい、君の未来を他人に任せるな、が歌わりです。とても大事な歌わり。でも本当に HKT48 にありがとうございます、加入させていただいて。本当に常々思うんですけど、自分の歌わりがあるって本当に幸せなことだなと思って、ユニットとかでも楽曲とかでも、どの楽曲とかでもそうなんですけど、自分の歌わりがあるって嬉しいなって思います。なんか私が感動っていうか感動したのは、君なんだっけ、初めてコンサートの時か、コンサートの時とか、お披露目の時とかに先輩方のポジションに当て込まれていて、全部伊沢誰誰なんとかなんとかみたいな、
辞書、おはよう買って、それに自分の名前が書いてあった時が一番嬉しかったです。ありがとうございます。今はヒーローが起きました。めっちゃ寝とった気持ちが、うん、頑張ったもんね、うん、よし、じゃあそろそろ私もここら辺で配信終わろうかなって、うん、思います。皆さん公演後でまた画面を見て、うん、配信を見てくださってありがとうございました。そしてお誕生日をお祝いしてくださってありがとうございました。とても嬉しかったです。ゾラちゃんもヒーローもお疲れ様だって。お疲れ様私は皆さんのお祝いコメントに浸りながら今日は17歳初日を過ごします。改めてありがとうございます。とても嬉しい。明日も公演なのでココ展です。明日はしてヒーローはパジャドラとココ展、また昼夜公演なので大変ですけど頑張ってください。頑張りましょう。偉い。シャートの女神だって、ヒーロー。そんなそんな、ね、そんな本当にそうそんなことないということで、じゃあ先にランキング読みます。13位韓国のあんちゃんさん、ありがとうございます。12位 HKT 超絶推しさん、ありがとうございます。11位コヒミフさん、ありがとうございます。10位バクトラさん、ありがとうございます。9位つかささん、ありがとうございます。8位福岡のりょんぴさん、ありがとうございます。7位あっくんさん、ありがとうございます。6位万蔵ですが何かさん、ありがとうございます。5位ゆうすきさん、ありがとうございます。4位パンダさん、ありがとうございます。3位大阪のターさんさんありがとうございます。あと2位ヘルシアさん、ありがとうございます。あと1位は MJ ジャヤさん、ありがとうございます。ありがとうございました皆さん、お誕生日できて、お誕生日の日にこうやって本当に皆さんと会えてお話できて嬉しかったです。ありがとうございました皆さん、たくさん寝てくださいね。ありがとうございました。